維持城は宮城県栗原市にあった城塞。城跡は2003年8月27日に国の史跡に指定され、2005年7月14日に追加指定された。維持城はは、大宇山脈から東に派生する月立て丘陵の裾部にある北上川支流が形成した貸し丘に立地する古代東北地方の城塞遺跡である。俗に本記によれば、 市城は神保慶雲元年に設置され、律令政府による古代道の区国経営の重要拠点の一つであり、国府にあたる多賀城の北方約 50km に位置する。遺跡の所在地については、江戸時代から多くの論争があったが、1977年から1979年の宮城県多賀城和調査研究所、1987年から、 現在までの当時の月立町教育委員会による発掘調査で位置が確定され、具体的な内容も明らかになった。また、多賀城跡出土の漆紙文書により、当時はこの地上と呼んでいたという説も出されている。遺跡は南北約900メートル、東西約700メートルの範囲にあり、成長、内閣、外閣からなる。存続年代は、 8世紀から9世紀にかけてである。成長は南北約60メートル、東山約55メートルの規模で内閣中央部に所在する。周囲は規定部幅4メートル弱の築地米で区画し、南面中央で門を検出している。中央やや北寄りに位置する正殿を中心に、前殿、後殿、脇殿を廃した構成で1基から3基にわたる変遷がある。内閣は、 外角内の東南寄りにあり、南北約240メートル、東山約180メートルの規模で、周囲を規定部幅3メートルほどの築地米で区画する。調査が進んでいる、西北部分では、小地型に廃した掘立柱建物群を検出しており、実務的感がと考えられる。外角は、独立した段丘の地形を利用した不正方形をなし、 規定部幅8メートル程度の土塁と幅約10メートルの大溝で周囲を隠し、その内部施設としては主に縦穴住居を検出している。各期の年代は1期が創建から奈良時代後半で2期の週末は建物が火災によって全て消失していることから維持やザマロの乱の発生した後期11年に置くことができる。3期は後期11年から廃絶までである。 出土遺物には瓦家、瓦等があるが、外郭南東隅の縦穴住居から出土した中国式の石弓が注目される。なお出土したのは石弓の木の部分である。これは我が国初めての発見事例であり、律令時代の兵器の実態を解明する上で貴重な資料である。位置跡は、成長、内閣、外閣と三重の区画からなり、これは、 上作遺跡としては、堀ったの木跡に類例があるだけの希少な事例である。また、成長は儀式的な施設、内閣は実務的な考え機、外閣は居住域と、それぞれの区画の性格も具体的に明らかになっている。このように、一条上跡は、東北地方における古代律令体制の成立や、官画の構造を具体的に知る上で極めて重要である。 ありがとうございます。